はい、こんにちは、カズボーです。ファンタジーオブドラゴンサガ続きをやっていこうと思います。前回ね、ロンダルキアのね、洞窟を抜けてこの氷の大地アッテムトまで来ましたね。この上の方でね、雪男のウーマロとかいたんで仲間にしてバトルロードランク C をクリアしました。なので今回はね、このアッテムト探索と、まあ、おそらくここにアダマンタイトとかね、あるっていう話なんですけどね、あとナルシェの炭鉱と、あとね、もう一個ね、面白いイベント見つけたので、そこやろうと思います。なので、ここ、とりあえず探索したいと思います。エーテル。西には、氷に沈む不気味な城があるんだが、最近氷が溶けてきたみたいだ。西には、なんかあるんだ。西、ここから西ってことか。ここは、鉱山の町、アッテムトだよ。ドラゴンクエスト4の、危険近づくな。鍵がかかっている。あ、鍵がないといけないですね。とりあえず行ける場所を全部行ってみましょう。あ、行けるね。フェニックスの。これなかなか貴重です。高いのでね。かつてこの世界には死者を蘇らせると言われる伝説の世界樹があったのだが、何でも町ごと異世界に移動したらしい。そんなことが可能なのだろうか。アダマンタイトが欲しいのかい？炭鉱に行けばあるが、中は危険じゃぞ。まあ、飛空艇が取れるみたいなのでね。ここが。まだ待ち回ってないんだよな。炭鉱攻略かな？長かったらね、ここだけだと思います。攻略はね。ああ、キラーマシーン。今、キラーマシーンなんだけど、キラーマシーンって書いてましたね。まあいいや、それはいいんだけど。あ、戦闘音楽ね、サガフロンティア2の音楽なんですけど、まあ、そろそろずっとこの音楽なんでね、違う音楽にしましょうか。325だって。じゃあちょっと音楽変えてきます。はい、戻ってまいりました。おブリザード悪魔神官出てきましたね。なんか形違わない？ファイナルファンタジー10の音楽にしましたね。ヘースがツイスター、召喚ドラゴンイオラ。このアポクリファがね、まだね、なんか青魔法とか使ってきそうですよね。あー、勘弁して。お、後ろの2人はとりあえずね、即死効果も。お、今、レベル4フォーリーとか使ってきたね。すごい食らう。これ覚えましたよね、絶対ね。もう危ない。よかったよかった。危ねえ危ねえ。戦う戦う戦う。戦うじゃなくていいな。ここは、まあ、バイオかなんかでね。白魔法、ペホイ。お、レベル4フォーリー。レベル4の倍数のダメージ。だから4、8、12、16、20とかね。そういうレベルのモンスターとかにね、ダメージ与えると。これはどっちだろう？上か。お、宝発見。ああ、宝の手間。ブリザードのね、ザラキが怖いですよね。ロンダルキア抜けたらイコール、ブリザードみたいなね、そういうあれがあるのでね。合わせていく。炎を効くか、イフリートね。で、黒魔法、イオラでいいでしょ。レベル4の倍数だから24だからちょうど食らうんですよね。25になっちゃえばね、ホーリーは食らわないけど、レベル5ザキで一撃でられちゃうんだよ。ザキなのになんで全体なんだろうっていう。おお、これが食らう。主人公死んだな。ほら。レベル25なんでね。25の倍数だと食らっちゃうんですよ。あ、25じゃない。5の倍数の25だと食らっちゃうんですよね。もうこれでギルガメスもレベル25になったので、食らう可能性がありますね。なのでね、全員25になったら、あれ食らったら一撃なので、26にしていった方がいいかなっていう。お、エーテル。なのでね、全員25になったら、ちょっと26になるまでね、レベル上げてから行こうかなと思うんですけど。このアポクリファがそうするとちょっと強敵ですよね。先倒してしまった方がいいな。はい。リディアもこれでザキが危ない。トルネード。トルネードは今回どういう仕様なんですかね。本来のファイナルファンタジーだったら、どこだトルネード。あった。瀕死状態にする。ああ、やっぱり同じです。全体。
例えばね、まあ、1とか2とか3とかね、そういう状態にする呪文ですね。普通にダメージの場合もあるんですけどね。まあ、倒せはしないので、ね、トルネードで、ね、おっと、まだ出てきた。ああ、後ろの怖い。まあ、こういうことが起こり得るという。で、後ろの2人は死ぬことがないの分かったので、まあ、これでね、レイズでね、生き返らして、まあ、薬草もね、持てるだけ。あともう、あんまり残り少ないけど。宝どこだろうな。また同じだな。まあ、なんとか倒しましたね。なのでね、マジックパワーはやばいんですよね。一回ここ、行きど、なんだおめえは、見かけない面だな。何？アダマンタイトが欲しいだと？それでわざわざこのロンダルキアに？気に入った。アダマンタイトはそこに積み上げてあるから、必要な分持って行ってくれ。おお。全員同じこと言う。これアダマンタイトなんじゃ。やった！目標達成。目標達成ですけどね。ちょっと左側気になるんで。大丈夫かな？宝箱ありそう。あ、樽ある。この中小さな樽とかありそうですよね。はい。もうね、レベル5ザキで勘弁してくれって感じですけどね。お、マジックバリア。これシェルとどう違うんだろう。うわ、20も使うんだ。いや、エーテルで。もったいないけど。またね、戻ってくるの大変なのでね。アイテム、あ、モールの水でいいでしょ。で、特殊能力で、例えばシェルだと、魔法ダメージを半減。で、マジックバリアだとどうなるんだろう。魔法ダメージを半減。同じかな？消費は6ですね。こっちは消費4。どう違うんだろう。消費かな。お、小さめだる。これで奇跡の剣取れますよね。命の木の、こんなものかな。ちょっと下の方も気になるけど。まあね、レベル25まで上がったのでね。これでね、炭鉱とかもいけるんじゃないかなとか思うんですけど。ここに何もなければもう、ここ出ます。これなんか持ってましたとかね。何もないよね。よし。テレポスト。左に氷の塔があるって言ってましたね。まあそこは後でいいんですけど、どこだろう。次の攻略場所、おそらくそこなんかもしれませんけどね。メダル王の城。ここで、よくぞ来た。わしはメダル王。11枚持ってきましたね。10枚なので奇跡の剣を授けよう。15枚になったら神秘の鎧もらえますね。装備でね、はやぶさよりいいんじゃないか、これ。奇跡の剣。おー、強いけどね。一回攻撃。攻撃するたびに1ポイント回復するんでね。まあ、こんなもんかな。1万ゴールド超えてるので、回復アイテムとかちょっと充実させて、まあ、次の場所行きたいんですけど、とりあえずね、炭鉱がどんなものかやってみたいんですよね。はい、とりあえずね、バロンに着きましたね。バロンのこの右側から飛空艇に行けるんですけど、アダマンタイトを持ってきてね、くれれば、まあ、飛空艇が動くようなこと言ってたんで、それはアダマンタイト。よし、ちょっくら待ってな。これでおそらくね、どっか行けるんでしょうね。飛空艇じゃないといけない場所を回れると。まあ回る場所いっぱいあるんですけどね。よし、ハイウィンド発進。シドって仲間入らないのかな。おお、あ、ようやくだ、これ。空は戦闘がないですよね。こんな滝とかにね、なんかリバイアさんとかそういうくだりありそうですけどね。これフィガロでしょ？なんかフィガロからも、なんか、地下からなんか行ったりできそうですよね。あ、なんかいる。ちょっと待った。ちょっと巡ろう、いろいろ。ここにもアイテム売ってるな。ミスリル装備が売ってましたね。ちょっと待った。これ大丈夫かな？よし。リーファ。リーファ。これなんか弱そうだけど大丈夫かな。なんか舐めてかかったらやられそうだからね。案外強かったりとかあるかもしれない。弱い。今、イエティ倒したとか出ましたけど。まあ、よくあるバグですね。カズスとかなんか変わってるのかな。おっとっとっと。キャラクターとかいそうですけどね。
北に新しく洞窟ができたんだが、モンスターが強いのなんのって一体何があるんだ。何何それ。北に新しく洞窟ができたって、なんだそれ。これじゃないよね。おっとっとっと、これ関係ないもんね。敵いないだろうな。これは違うね。これ何やったんですか。ミスリルギンだ。ミスリルギンを取った場所ですね。やっぱね、こうやって来れる場所来るとなんかいろいろあるんですよね。おお、小さめだる。おお、来てよかった。取り逃しですね。裏とかからも入れたりするかもしれないしね。北の洞窟って何よ。ちょっと行ってみようか。あ、これなかった。これファイナルファンタジー3の一番最初の場所ですね。これ何、なんか違うの。隠しダンジョンとか。お、あった。これなんで知ってたかっていうと、まあ、本家ファイナルファンタジー3を知ってたっていうね。どうしよう。なんかいろいろあるね。賢さん種。もう宝箱だらけ。お、影の騎士地獄のハサミ。なんだこれ。地獄のハサミはそうでもないんですけどね。ハウスシェイク。まあ、ここの攻略もあるね、じゃあね。影の騎士は強いんじゃない？強っ！なんだそれ ?62 って。しかも地獄のハサミこんな強かったっけ？砂漠にいましたけどね。なんだ62って。小さなメダル。これで13枚目か。タトゥー、マンドラゴラ、影の騎士、地獄のハサミ。何それ。まあ全体持ってるからね、だいぶ楽なんですけど。ダーガって。ちょっと待った、これ、強い。ちょっと待った。スクルト。オッケー。これ行かない方がいいですね、まだね。絶対先だ、これ。2回目の戦闘でこれだもん。いや、これ取って、アイポーション落ちて、どうなるか。まだ先ちょっとありそうだな。ここはちょっと後回ししましょう。まだなんかレベルが間に合ってないんでね。なので、炭鉱行きたいと思います。これ危ないですもんね。はい、ナルシェに来ました。今回ね、ちょっとここ行きたいんですよね。まあ、行けなかったら、また次回に回したいと思います。次回っていうかね、いつになるかわかりませんけど、モーグリがいて、この後ろのドア、ありませんでしたっけっていうコメントをいただいたんで、ここかな？ここだ！ここ行ってないもん。行けないよね。ここか！ドリでないわけだ。ってことは、ここから、やっぱり敵が強いんじゃない？うん、宝箱もあります。敵もいますよね、おそらくね。お、小さめだる。これ14枚。神秘の鎧。もうちょっとで手に入りますね。やられるようでしたらね、それだけ奪って、ブレインシュガー。これはファイナルファンタジー6の最初の方に出てきた敵なんですけどね、どうなんだろう。ツイスター。まあ、なんとかね、倒せるレベルではありますよ。炭鉱じゃないや。先ほど言ったカズスの上の洞窟よりは、全然攻略できるレベルだとは思うんですけど。これどっちだ？おお、何もなかった。よかった。ここだよね、モーグリの巣ってね。ほーら、いた！いた、ほら。まあいいや、こう宝箱絶対ある。ないか。ないのか。あ、あるし。あれ？嘘！戻ってきちゃった。あ、戻ってきたんだったら、あんなのいるのか。いや、あんなのいるんだったら、まあいいや。ちょっと、まあいいや。左側ちょっと見てみましょう。で、回復した後に戦ってみましょうかね、あれね。こっちは何だろう。宝箱かな？あれ？あー、ここか。ファイナルファンタジー6ですね、ここもね。アイテムがあるとは思うんですけど。
あれ？これ屋根の上とか、ああ。お、レベル上がりました。26。このぐらいあったらどうなんだろう。あれ、ダンターグなんですよね。ここに出ると。これ、街から出てまた入ったらあるのかな。あ、とりあえず行けるようにはなってますね。なってるけど上から行った方が早いので、まあ、あそこまで行きたいと思います。じゃあね、回復した後にダンターグからやってみたいと思います。はい、ここまで来ました。これ、チェイユーのダンターグですね。ロマンシングサガ2の、まあ、ボスですね。虫けらの分際でダンターグ様に話しかけるとは身の程知らずが、俺の目的は強くなること、それだけだ。ワグナスやノエルやらは復讐を考えているようだが、そんなことは俺には関係ない。ノエルは、前のね、ピラミッドにいましたね。ワグナスってね、まだ会ってないですよね。これ、七英雄のリーダーなんですけどね。強いモンスターと同化して、自らの力をアップしているのだ。貴様らのような虫けらでは戦っても成長せんわ。命があるうちに帰れ。はい。お返してくれるんだね。じゃ、これ EA にしましょうか。いいえ。何？今のは俺の聞き違いか？この俺を倒そうなど、100年早いわ。はい、七英雄ダンターグ現れました。これはね、ノエルよりは弱いかとは思うんですけどね。まあ、攻撃タイプなんでね。おそらく。ゴリ押しでいける感じではあるとは思うんですけど、どうだろうね。一回戦ってみないと何とも言えませんからね。いろいろやってみましょう。マジックバリア。やってみようか。呪文使ってくるかな。エースが素早さ上げて、87。普通に食らいますね。おお、51。2回攻撃。おお。大体50、60のダメージ2回攻撃してくるので、ホワイトウィンドウでいいかな。ベギラボン。ベギラボンいいんじゃないか。でね、ここもメラミ。おお、いいね。110。83。もうだいぶ違う。これでスクルトで上げちゃえばね、攻撃もそんな食らないですよね。あ、凍てつく波動やってくるのか。これはね、今の防御力上げたものとかね、もう2回やってきたし。解除される。だから今、スクルトがね、無効になっちゃいましたね。無効になったとてまた使えばいいんですけどね。あと呪文でゴリ押していけばいいんじゃないかな。ね、ギルガメスでホワイトウィンドウで回復できるんでね。お、それでもやっぱ50くらいますね。おお、2回食らった。なので、同じでいいんですけど、ベホマ。これでね、完全回復するんでね。で、シェル。まあ、シェル使ったけど、攻撃ばっかりですよね。ああ、スクルートでもうぶちかまし。全体ですね、これはね。なんかいけそうですよね。そんなに強いって感じはしないですけど。ここも、まあ、同じような感じでいいと思うんですけどね。バイキルトで上げて、ね、攻撃すればいいかなと思うんですけど。おお、90とか結構いきますね。奇跡の剣なんで回復しますんでね。攻撃、ホワイトウィンドの、レギュラゴンの、メラミ。これいけそうですね、なんかね。ってことはありますよね。吸血でしょ。メラミ、レギュラゴン。ああ、体力高いな。結構もう暮らしてますよね。さすが他のボスとは違いますよね。ぶちかまし。おお、さすがにスクルトをかけてないと全体食らいますね。だいぶね。ホワイトウィンドのバイキルトのメラミ。回復してね。ぶちかまし。
打ちかましの凍てつかはどうとかなんかちょっと嫌ですよね。なんでマジックパワーがなくなったので、ギルガメス回復して、吸血、レギラゴン、メラミ。わー、まだいかないですね。結構強いですね、本当にね。さすが七英雄は。これでも多分いけますよね、これね。なんかそんな感じしますよね。レギュラーゴン。おー、でもどうだろう。体力高い、やっぱり。それは体力高いのと攻撃をしてくる、まあ、敵なのは分かってますけどね。でも完全体じゃないですよね、これ。もっとね、なんだろう。まあ武器持ったり、そんな姿になるんですけどね、ダンターグの場合は。こいつだけね、4段階変身ぐらいしてますからね。原作ではね。まあ時期によって強さ違うんですけどね。お！よし！今一瞬声を失いましたね。倒した。謎の石板。ダンターグはね、強かった。強かったけど、これでも七英雄だと、まあ、下から何番目だろう。そんな対戦、下から数えるた方が早いぐらいですね。強さは。だったと思います。あいつを倒したのか、クポ？すごいクポ。これなんかないよね。化け物を倒してくれてありがとう、クポ。そういえば、武器屋に運ばれたあの人は、どうしたクポかな？これもしかしたらこれで？クポポ、これで安心クポ。もしかして、パパス？仲間入る？誰もいないと思ったけど、武器屋の親父が残っていたクポ。あー、七英雄倒した。強いけど多分あれ弱い方だよ、七英雄でね。ノエルとかの方が多分全然強いと思いますよ。前戦ったですよね。これは？なんかあるのかな、これ。なんかあるのかな。寝てるけど起こすって言ったらね、なんかあるかな。ここで目覚めの粉とかくれないよ。キャー、人間よ。食べられるわ。いや、それはいいんだよ。ここは、ここは南へ行くとアバロンという国があります。そこを訪れてみなさい。ダメかな。目覚めの粉とかくれないかな。世界中の雫も売ってくれない。前持ってましたよね。いや、アバロンあるのいいんだけど、なんかパパスってどうやって起きるんだろう。絶対起きますよね、あれね。これロンダルキアの大陸、下の方のから入ったらいけたんですけど、この上行ったらね、マレッシャがあったので、まあ、ファイナルファンタジー6なんですけど、それもね、まあ、今回時間あったら行こうと思ったんですけど、時間がなかったので、まあ、今回はアッテミトのアダマンタイト取ったのと、あとダンターグをね、倒したというね。なので、七英雄は2体目ですね。あと5体いるんですよね、あんなのが。なので、次回ここ行きたいと思います。では、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。